医師になって退職金をゼロにしました。橋本さんの時何割かかった人かな、僕の時代で退職金もゼロ、おかしいんです。4年で4000万なんて誰が払ってるんですか、支払い者誰ですか、支払い者は市民の皆さんなんです。じゃあ民間で4年で4000万の給退職金なんかありますか、ありません、おかしいからなくしました。投資も4割削減でね、これもなかなか役所って面白いとこですね。僕が市長になって登庁するでしょ、で最初職員がやってくるんです。で僕が4割削減っていうのを公約掲げてるから、もうそれやる気満々で市長室に入っていくんです。で役所の職員がやってきてなんかね紙作って持ってくるんです。いや市長これ報酬ですけど4割削減したらこの金額になります、2割削減だったらこの金額です、削減しなかったらこの金額です、退職金こんだけあります、どうしますかって言うんです。金額やっぱ全然違うんですよね。ちょっと目がフラフラってなりましたけど、フラフラってなりました。でこれでもこれはもうこれ約束で公約だからこれやるって言ったんです。で師匠ありがとう、車の中すいません。でねこれは何でかというと、やっぱりおかしなこともあって借金もいっぱいある、改革をする中で市長が4割削減をする、そして職員もちょっとずつだけどやっぱりこれは我慢してくれということもやってたんです。でも市長の4割削減をなくせばそれも全部外すっていうことになってたんです。そういう票を持ってきたんです。だからもうこれはもうダメだと、改革続けないとダメだというので市長方針も4割削減をやります。大阪市というとてつもないでかい自治体で市長の給料を4割削減したところで金額知れてると思われるかもしれませんが、テコの原理です。その改革があって初めて他の改革ができるんです。それが証拠に借金ひどかったんです。大阪市の借金5兆円ありました。平松さんの時維新が生まれる前5兆円もあったんです借金。その借金さっき言ったみたいにいろんな18歳までの医療費助成とか待機児童対策とか給食とかやりました。で今日はもうあまり言いませんが、僕は幼児教育の無償化やりたいっていうんでね、5歳児の幼児教育の無償化っていうのやったんです。まあそれちょっと置いといて、でも改革で財源を生み出さないとダメでしょ、増税もダメ、借金も多い、改革で財源を生み出す。借金は5兆円もあったんです。5兆円、国の借金は右肩上がりですけど、大阪市の借金も多かった。5兆円の借金がありました。その5兆円の借金、橋本さんの時代と僕の時代、そして今松井さんがやってますが、今その借金いくらだと思います？3兆円です。5兆円あった借金を僕たちこの10年間で3兆1000億まで減らしてきたんです。2兆円弱減らしてきました。いや本当ね、ありがとうございます。今拍手していただいている方、拍手していただいている方に直接の利益ないかもしれないけど、でもその子供たち孫たちに利益があるんです。そういう政治をやらせてもらいたいんです。僕らはそれやってきたんです。子供たち孫たちつけ回す政治やめようよ。自分たちの選挙を応援してくれる業界や団体、そんなところばっかりに金配りまくってる政治が大阪の政治だったんです。やめたんです。そしたら借金も2兆円減らした。5兆円の借金今3兆円、めちゃめちゃ財政良くなりましたよ大阪市。まあちょっと京都市はもうやばいことになってますけど、だからやっぱりねこれをやらせてもらいたい、改革をする政治をやらせてもらいたい。増山さんはまだ今経験がありません。増山さんなんかにできるの？と思われるかもしれません。僕も最初そうだったんです。大阪市長になろうとした時は全く無名ですよ。こいつ市長の経験もないのになんかできんの？橋本さんにぶら下がってるだけなんじゃないのお前、それがスタートでした。でもその時何クソって思いでこの市長が初めて今ここまで来てるんです。増山さんも同じ出発点は素人かもしんないけど、まあ維新で立ち上がってる、相手強いですよ、現職ですから、現職でそれだけでも強いのにどこの政党くっついてるんですか？自民党、民主党もくっついてるでしょ、国民民主、立憲民主もくっついて、まあじゃあその裏にいる人たちはどういう人たちですか？僕は大阪で自民党とガチンコやってますが、自民党にいるのはいろんな業界団体、ホネララ協会、ホネララ組合、そんなばっかりです。どこに金回しますか？どこに皆さんの大切な税金回しますか？そこに回すんです。その政治が大阪でもずっと行われてきました。だから僕らはそこと決別したんです。借金を5兆から3兆まで減らし、
そして毎年500億円と言われてた橋本さんが入ればでね、毎年500億円ぐらい収支不足あるという予算組だったんです。でも今年松井さんはもうそれをゼロにしました。まあ本当に僕らもストイックにやってますけど、ぜひね、これ松山さんにもやってもらいたい。大阪府庁もひどかったですよ。5000億円の借金、5000億円借金を返すために預金使い込みです。まあ使い込みって言ったらまた怒られるけど、誰かが使い込んだわけじゃないけど、本来借金に返すはずの基金5000億円を大穴開けてたんです。借金返すための預金大穴開けてたんです。誰だろうと思いますか、その時の知事さん。名前言いません。太田さん、今自民党の国会議員。それも一生懸命埋めてきたんです。5000億円あったあの減災基金の穴埋め、今ようやくもうあと数百億円まで来ました。毎年200億円ぐらい、まあ、橋本さんの時代、松井さんの時代、なんとか埋めて、これもほぼもうすぐゼロになります。あと数年です、ここまで来ました。でも対策で財源を出して住民サービスも良くしてます。それだけじゃありません。やっぱり大阪関西というのは強くなきゃ、経済も強くなきゃ。だから今、当時はこんなことはできませんでしたが、万博に挑戦する、そういうこともできてます。いろんな企業、新しい企業家がこんなことしたい、あんなことしたい、そういう人たちも増えてきてます。やっぱり活力ある、そういう人たちを応援する。まだここに来て新しい経済が生まれる、僕はそういうのが必要だと思います。経済が生まれ、雇用が生まれ、消費が生まれ、その好循環を生み出さないとこの先ギリギリになってしまいます。ぜひね、この大阪、兵庫、この関西のエリア、まだまだ強くなる。東京一極集中じゃダメ、まあ、もちろん東京も強くなきゃダメなんですけど、一極集中はやっぱりダメです。兵庫と大阪、今いろいろ連携してます。斉藤知事さんとも連携させてもらってます。いろんな、まあ、観光戦略であったり成長戦略一緒にやっていこうって言ってます。だってね、皆さん近いですよ、兵庫と大阪なんて。すぐそこ、西宮なんてすぐそこですよ。この間斉藤さんと一緒に会議した時、あの西宮のヨットハーバーでさせてもらったんです。おしゃれですね。なかなかテーマにはないです。おしゃれなとこでヨットハーバーでね、斉藤さんとやらせてもらいましたけども、あのヨットハーバーから大阪港なんかすぐそこですよ。夢島のあの万博の会場なんかすぐそこです。もっともっといろんなことをつないで経済も活性化させて生み出していきたいじゃないか。ありがとう、勉強してね。ぜひね、皆さん、この選挙、厳しい選挙です。相手方は自民党、民主党、いろいろ応援してますけれども、松山さんに舵取りを託してもらいたいんです。皆さんの本当に一生一生、これだけ高い。僕らはでもそれだけでここまでやってきました。特定の業界や、特定の団体支援を受けることはしていません。でも、だからこそできる改革があるんです。それをやってきました。現在の利益も大事だけど、将来の利益だって大事なんです。将来世代のことも考えます。将来の街づくりも大事なんです。今の政治家に近い人たちだけに利益がいくような、もうそういう政治はやめましょう。目の前の一票を獲得するために応援する、まあその身近な組合、団体、協会、まあいろいろありますけど、もうそういう昭和型の政治はもうやめにしないと、もう街も持たないし、日本も持たないです。維新の会、まだまだ力不十分です。まあいろんなところでわーって潰されそうとしてます。まあ大変ですね。僕もいろんなところから吉村おかしいやんがーって、ね、いつも踏み潰そうされそうになってますけど、でもこうやって多くの皆さんに応援をいただいてる、それが本当にパワーになります。そして皆さんに一票いただく、これが力になるんです。皆さんから一票を託していただければ、4年間それを思って大きな改革をしていく、できなければクビです。こんなもんですよ、政治家なんて。職業、その人のためにやってるもんじゃないんです。ぜひ皆さん、松山さん託してもらいたいんです。今回の西宮の市長選挙、本当に厳しい選挙戦、当たり前です。でも皆さん、さっきのいろんなこと僕たちがやってきた実績、ちょっと見てもらいたいんです。口だけではない、まあ、失敗することもありますが、でもチャレンジする、実績を積み重ねる、大きく
借金も減らす、改革もする、やってきました。自分たちの利益じゃない、目の周りの身近な票がくれる人たちの団体の組合の利益じゃない、これをやってきました。ぜひ皆さん、この維新の政治、まあ、今消滅するぐらいしんどい感じですけども、皆さんの一票一票、これでなんとか西宮もっといい町にしていきましょう。もともと素晴らしい力がある町なんです、西宮は。ぜひそれを松山さんに託していただきたいと思いますんで、皆さんの一票、松山さんによろしくお願いします。ありがとうございました。すいません、本当に多くの皆さんご支援いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。すいません、まあね、いろんな人いますけど、ぜひ皆さん松山さんによろしくお願いします。皆さんの一票出してください。もう僕ら本当に大変な状況なんで、支援団体ありませんから、西宮のお友達、周りの友達に松山よろしくと、もう今日最後ですから、1人2人3人ぐらいに声かけてください。それが力になります。ぜひ皆さん松山さんをよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、車の中の。ありがとうございます。これから僕も一生懸命頑張ってきますんで、また皆さんよろしくお願いします。今日本当にありがとうございました。ありがとうございます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 。すいませんね、雨の中これだけ多くの皆さん、ありがとうございます。吉村副代表、本当に増山誠の応援ありがとうございました。どうか皆様、増山誠、吉村副代表に今一度大きな拍手を、そしてご声援を、増山誠の必勝を期して、ぜひとも皆様方のお力をお貸しください。